メリークリスマス。にゃーメリークリスマス？まだイブやけど。イブってメリークリスマス？にゃっほー。こんにちは。おはよう。やっほー。ハロー。サンタさん。ちょうど休憩時間。ちょっと頭だけサンタさんに。そう、セーターもちょっとクリスマスっぽいかなと思って。私もう学生じゃないんです、冬休みなので。自己紹介しますね。ゆなってなんなん？ゆななんなん？みんなの夢の中にもゆなな。ありがとうございます。大阪出身、高校3年生、18歳のゆななんこと早くゆなです。バーイ。校舎には見えない？二十歳ぐらい見えるってことかな。出た、マイブームを知って。マイブームは前髪を固めないことです。謎。前髪をノーセットなことです。ノーセット、それってマイブーム？わかんない。夢は NNB48 のセンターになることです。めっちゃ綺麗ないね。中学生じゃないです、もう高校3年生ですよ。まあね、今年はね、夜はレッスンで、明日もねライブなので、ちょっとクリスマス配信いつしようと思って、冬休みだからいいことに今しました。ゆなくん、おはよう。おはよう。クリスマスっぽいことはやっぱ何もできへんなと思ったんですけど、今日夜中にクリスマスケーキをママと作ろうかなって思ってます。こんにちは、ケーキで来れました。ありがとうございます。ゆなちゃん、昨日ブログはどうしたの？ちょっとね、遅くなっちゃってごめんなさい。ペタチュンチュン。そう、夜中しか作る時がないからさ、今もうショールーム終わったらすぐに出ていかないといけないので、レッスンなので、今日ロングなんですよ。ロングロング。ゆなのほんまに高3です。明日そうライブなんですよ、ウィルビーアイドル公演。この
格好ではさすがに行きません。フレーバーアイドル公演で、それでは私は見学の身なんですけど。レイさんも今日はどうしよう、かぶって、あ、ちょっと耳が潰れそうなのが見えちゃった。美咲ちゃんがユナなんかおうちにもやるってやってた。美咲ちゃんはね、5歳児に見えるって言い返したろ。大人げないというか、待ちきれないね、おやすみしたくきっと素晴らしいプレゼント持って、 Oh あなたがメリークリスマス、私からメリークリスマス。サンタクロイズカミン、トゥーター、スクチャタイム。こんにちは、こんにちは。帽子がちょっと浮いてる。ゆなサンタ見てると色つきが治るわ。え、嬉しい、あなたの癒しになれて嬉しいです。私今日もね、今日とって喉の調子が悪いんですけど、最近毎日なんですけど、YNN でのと配信楽しむ、うん、楽しむです。 YNN なちゃん、レッスンとで帰宅時間が少ないときは周囲には十分気をつけて帰ってくる。ありがとうございます。この後ユナナのグッズ買ってくる。ありがとう。うれちうれち、乾燥、やっぱ冬は乾燥の季節ですよね。マジで加湿器作った方がいいよ、確かに。ひなないつもショールームで癒しをありがとう。こちらこそありがとうございます。小学校はもう冬休みなの？小学校行ってないのと分かんないです。いや多分けど、なんか小学生の時クリスマスに学校あったっけって思って、多分もう休みじゃないですかね。いやせやな、ごめんなさい、昼寝の時間にやっちゃって。今日の朝高校生めっちゃ電車乗ってたけど、学校によって、え、あれ違います、補習組みたいな感じ。あの蹴ってやった人たちが行く期間、クリスマスに終業式なんて聞いたことない。ひなちゃんが我が子のように可愛い、やったらゆなに言うとせ、
学校では真面目な方かもしれない。いや卒業できそうです。もうもうできますって言われました。やだー成績はもう足りてますって言われました先生に。やっぱね NNB48 加入する前に1学期の時に超頑張ったので、そのおかげで今があるって感じですね。ひななんサンタクロースがやった。メリクリッカーも全力かわいいよ、大好き、ありがとう。こんにちは、こんにちは。おー、あなたからメリークリスマス、私からメリークリスマス、サンタクロー is coming to town。 ねえ聞こえてくるでしょ、スーツの音がすぐそこに、サンタクロー is coming to town。 待ちきれないでおやすみした子に、きっと素晴らしいプレゼント持って、おー、あんたからメリークリスマス、私からメリークリスマス、サンタクロー is coming to town。 ひなさん英語の発音きれいで羨ましい。やったー、嬉しい。中学生までめっちゃ片言やってんけど、かわいい、ありがとうございます。ウィンクください、バンバンユナの歌でめっちゃクリスマス気分盛り上がってきて、やった。こんにちは、こんにちは。ユナちゃんがまともな子なのでユナくんまともな子ですよ。かわいいの、Thank you。 皆さん今日はなんかパーティーするんですか。いいな、パーティー。大学行ってくる、行ってらっしゃい。クリスマスイブに頑張りますね、大学だなんて。皆さんもお仕事か、お疲れ様です。早く寝て、明日から旅です。旅いいの。24時間 TV によって少しは聞いてる、全く聞いてないです内緒ですが今晩サンタ役はします。頑張ってください、サンタお父さん。一人で食べるけど二つに切り分けてるケーキ買ってくるか。ユナにくれるんですか。やった、ミカニャンのお話か忘れたので、え、今日ミカナさんのお話し会なんですか。お渡し会、お渡し会、こんにちは、こんにちは。サンタとしてユナナのとこ行きます。ユナの居場所がわかるかな。
この配信クリスマスパーティーじゃんの。パーティーパーティー。イノナはどんなケーキが好き？タルトケーキ。タルトケーキ。全身サンタじゃないです。全然これニットなんで普通の。ニット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 でニットと。サンタは来なくなってもう何年も経ちます。そんな悲しいこと言わないで。サンタさんも忙しいんだよきっと。ユタナは奇跡の18歳やった。28日連続配信やった。パチ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 。そのニットだったユナが勝手にも作っちゃった曲です。スラスで昼ご飯食べれないような配信ちょっとしか見えなくてごめんね。今日の配信は何時も40分ぐらいまでにしようかなと思ってます。電車の時間がありますのでごめんなさい。皆さん1時間まるまるできなくて。田舎はね辛いですよ。電車の本数が少ないので。いっね。頑張ってのありがとうございます。嬉しい。いた。どーい。それなすぎやんな。田舎同士さんいますか？それな。どこでもドア欲しい。どこでもドアやって。どこでもドア欲しい。大阪田舎？大阪田舎って言ったらもう。え、それけどさ、なんかさ、地下鉄とかさ散歩機にあるやんか電車やのにさ、なんでみんな駆け込み乗車すんのやろって思ってたけど、その3分って意外と大事なもん。ちょっと最近気づきました。駆け込み乗車しないですけど私は。大阪行くと本数多くてびっ、それなめっちゃびっくりしますよね。こんにちはこんにちは。ちょっとリップぬりぬり。ちょあ、ハートありがとう。みなちゃんのことは自信を持って多方面に推薦できるよ。めっちゃ安全な子やった。安心安全ゆななんです。朝の1分日中の30分くらいの価値がある。そうなんやけど、やっぱなんか慣れって怖いですよね。なんか最初やっぱなんかまだまだ時間あると思ったらちょっと安心しちゃって、ちょっとゆっくり準備しちゃうとか。時間ないと思ったらすぐに準備できるのに、そういう慣れっていうかな。だから前もって、ね、時間を持って行動した方がね、怪我もつながれへんし。こんにちはこんにちは。
大体田舎の人あるあるってさ、絶対あんま遅刻しちゃうくない？なんか乗り換えとかでさ、何らかさ、なんかスムーズに行けたらさ、絶対早く着くない？わ かる？ なんか乗り換えの本数が多いほどさ、乗り換えスムーズに行ったら絶対予定時間よりも早く着いちゃう。あるある、あるかな、みんな。そう、昨日なんか最大2時間半、すっごい。こんにちは、今学校終わった、遅くなってごめん、全然お待たせじゃなくて、お帰りなさい。埼玉県、埼玉県はパルルさんの出身地ですね。えなちゃん、電車に乗れるイメージじゃない、タクシーのイメージ。 めっちゃリッチッチや、絶対通らないでしょタクシーなんて。けど大阪って歩くことが多いかもです。なんか一駅乗るなら歩こうっていう、二駅ぐらいやったら。あ、そうですね、コズリンさんも埼玉の方ですね。いつも可愛いけどサンタさらに可愛い、やったサンタ効果。 嫌なのはショールームのクマゲット目指してないの。もうゲットしたんですよ、嫌なのは昨日で。ありがたいことにありがとうございます。梅田から何番も歩いて行ったことありますよ。全然行けた。だからなんか奈良、なんか田舎の一駅と大阪の一駅全然違う。中地方はまあ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 普通って感じですね。 めっちゃ普通、良くも悪く、良くも悪くも。歩くの好きな時はやってたな。こんにちは、こんにちは。けんなんか今はそんな、なんかそんなあんま今はやってないな、歩いて行ったり。仕事中に人見に来てありがとう。あ、雪の結晶ありがとう。かわいい、こんなんあった？前まで。パラパラパーン。いってらっしゃい。せやな、今の季節は無理やな、寒いし。け、夏よりも冬の方が歩けるくない？いやな、遅れちゃった、全然大丈夫よ。こんにちは、こんにちは。みんな昼のね、昼間の真っ昼間やのに、こんな来てくださって嬉しい、ありがとうございます。ちょっとこのあ、なんか振って降りてるやつでスクショ撮ってほしいな。終わってた。 終わっちゃった。そう、今日は夜配信できないんです。ごめんなさい。こんにちは、こんにちは。あ、来た来た来た。ちょっと雪の中に潜む女的な。
ありがとう、スクショ撮れたんで、ありがとう。あ、なんかパラダイスや。え、すごい、なんかすごい、ちょっとスクショ撮ろう。あ、消えちゃった。ありがとうございます。せの、なんか雪とミラーボールになったらすっごいことなった。これはクリスマス限定なんですかね。確かに夏に雪ってないか。こんにちは、こんにちは。なんでね、今日頑張って夜にクリスマスケーキを作って皆さんにお見せしようかなって思いますので、待っててくださいね。今日よかった、今日から冬休みで、やから昼こうやってできたし、みんなと話せたか、夜もゆっくり話したかった。明日も？ありがとうございます。ケーキの写真待っててくださいね。昼配信の昼間の配信なかなかないし、これもよかった。まだ大丈夫だ、時間は。待ったとか寂しい、かわいい、寂しいだなんて。ショートケーキですね。もちろん夜中には食べないけど、次の日の朝に食べるけど、夜中の間に作っとこうかなと思います。朝ミサキ、ミサ調子やっててんや。ミサちょっとまあ遠いからな。さやな、研究生だから、うんと、研究生じゃなくても頑張るけど、当たり前、頑張るなんいうのも当たり前やけど。いちごあるよ。ゆなの天才子役じゃないです。ゆな子役っぽいですか？全然もう18やから、それなら天。それを言うならね。一晩寝かせるとケーキって線なんか冷たくなるからかな。冷たさが浸透するからかな。待ちきれないね、お休みした子にきっと素晴らしいプレゼント持って Oh, あなたからメリークリスマス、私からメリークリスマス、サンタクロー is coming to town。 それな、その他ばっか一緒だって。あ、またゆきちゃんだ。ゆきちゃん、ゆきちゃん、みんな、なんだったら少し大人っぽい？で、なんか歌声低いねんな、ゆな。歌声低い。こんに、声かすかす、それ、そうやねん、なんかちょっと声かすかすやねん。その確か知らんやつみたいな感じ。こんにちは、サンダガール、サンダガール。ゆうかちゃんぽい一枚目。え、ほんとですか？嬉しい、恐縮です。そう、ハスキーボイスなんですよ。けど普段はもうちょっとだけマシ、もうちょっとだけクリアな声ですよ。もうちょっとクリアな声です。最後にね、
今日のランキング書きたいと思います。受験です。ありがとうございます。大食いにはならないでください。頑張ります。シュールタイム失礼いたしますね。ラッチさん、全然丸く、メリークリスマスってさ、どんなスプレーやったっけな。CHRISTEMAS だってる？誰か教えて。何だっけ、合ってた、ありがとう。できました。じゃあ今日のランキング発表しますね。あ、皆さんたくさんありがとうございます。では13位、リュウジさん、ありがとうございます。12位、ヤン00エイトさん、ありがとうございます。11位、ナンちゃん、ありがとうございます。10位、クレパスユウちゃん、ありがとうございます。9位、カンタさん、ありがとうございます。8位、ゆきくん、ありがとうございます。7位、せいひらさん、ありがとうございます。6位、ようちゃん、ありがとうございます。5位、てらちゃん、ありがとうございます。またランキングが変わってしまった。ちょっと2個バージョン書きますね、ごめんなさい。てってらん。3位、ラッチさん、ありがとうございます。あ、取れた。またね、今は書くの遅かったから変わっちゃって、ランキング前一つに3位のコロワンさん、ありがとうございます。ありがとうコロワン。で、2位がちねまるくん、ありがとうございます。そして流行る1位は、元気くんでした。ありがとう。そしてメリークリスマスイブって感じですね。ありがとうございました。パチ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 。だね、今からお仕事の合間に来てくださった方、ありがとうございます。過去終わってから見てくださった方、本当にありがとうございます。寝てた間に見てくださった方、本当にありがとうございました。ゆっくり休んでくださいね。最後まで見ていただきどうもありがとうございました。今からレッスン頑張りたいと思います。皆さんのおかげで頑張れます。なんでそんな早口やねんって感じなんですけど、本当にありがとうございました。頑張ります。ちょっとでもみんなクリスマス気分味わえたかな。味わえたなら嬉しいです。では皆さん、メリークリスマス。良いお年をじゃなくて良いクリスマスを。明日、ありがとう。10 9 8 7 6
5、4、3、2、1、バイバイ、ありがとう。